サコイン直イ6月6日から1948年1月21日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。ビハール号事件における PC 級戦犯として公主刑に処された。1890年6月6日、鹿児島県で低身症管理の父、サコイン直儀の息子として生まれる。1909年9月、海兵40期に入学。 同期の寺岡近平によれば、佐根城は、合宗天端、真に、薩摩隼との典型であったという。1912年7月、海兵40期を卒業し、少位候補生になる。1913年12月、商位に任官。1941年12月、太平洋戦争開始。佐根城は当時、大王国大使館付部官であった。 1943年9月、第2、南図海艦隊第16戦隊司令官に就任。1944年3月、サダイ1号作戦を指揮。作戦名称は、サコンジョウの頭文字を取って故障が定められた。第16戦隊の指揮下に入っていた、従順洋艦トネに対し、同艦がインド洋で、イギリスの商船。 ビハール号を撃沈した際に得た捕虜の殺害を命じた。この事件は戦後 BC 級戦犯として裁かれた。1944年10月、海軍中将に進級。12月、シナ方面艦隊参謀長に就任。1945年8月、終戦。1947年、イギリス軍香港裁判において、サダイイ1号作戦時の捕虜殺害の件で、 第16戦隊司令官だった佐根城とトネ艦長だった眉住春尾が被告人として起訴された。1947年10月29日、佐根城は公主刑、眉住は禁庫7年の判決が宣告された。1948年1月21日、佐根城はイギリス軍により植民地の香港のスタンレー監獄で公主刑に処され死去。 時勢の区は、甲主大難のその敵を見て立つ環境像であった。捕虜殺害については、真湯積が指揮する、トネが1944年3月18日に、サコンジョウが指揮する、第16戦隊を脱死第7戦隊に復帰するよう命じられたため、シンガポールに向い、その途中に、真湯積が実施した。サコンジョウは、自分が命令したのは、作戦中のことであり、 作戦後のことは命令していないと主張し、真湯澄は、佐根城司令官の命令で殺害したと主張した。根拠は不明だが、捕養殺害は、南西方面艦隊司令長官、高須志郎大将の命令であり、病没していた高須の代わりに、g の佐根城が責任を取らされたとする意見もある。佐根城の子供には、長男に、正明、次男に、直俊がいる。 ありがとうございます。